どうも、マサヤの寝てることチャンネルにようこそということで、今回はですね、いろんな TSK 歪みペダルを比べたところ驚きの結果がということでお話ししていきたいと思います。まあギタリストたるものですね、歪みペダルはいつの間にかどんどん溜まっていくものだと思います。で、その中で、まあ、別に特に僕も意識してたわけではないんですけど、その TSK、まあ、TSK も歪みペダルのなんか始祖みたいなところで言うと TSK みたいなところはありますけども、まあ、TSK、そのね、TS のその、なんていう、系譜をたどったような、ペダルたくさんあるわけなので、そのどんどんね、ペダルが溜まっていくにつれて、TSK っぽいものがね、溜まってくると思います。はい。で、どれぐらい違うのかなっていうシンプルな実験です。はい。で、今回ですね、その中での実験に選ばれたこの4機種。はい。こちらになります。まず普通のこのね TS とワンコントロールの TS とベリンガーの TS というか TSK のやつですね。で、常用の TS と、まあ、他にもあったんですけど、とりあえずこの4種類に、してみました。じゃあまずね、早速音を聞いてもらいたいと思います。どうぞ。ぶっちゃけね、わかんないです。まあ、微妙にそらね、もちろんセッティングは寄せてますよ。同じような感じの音になるようにセッティングは寄せてはいるんですけども、多分そのブラインドテストというかね、例えばじゃあ本物の TS はどれでしょうとかっていうので、ブラインドでテストされて当てる自信は全くないです。ぐらい、音の傾向は揃ってたなっていう感じですね。で、そんなはずはないだろうと思って、もう一回別のフレーズで撮ってみたんで、それもちょっと一回聞いてみてください。違いわかんないですね。はい。で、まぁ、ちょっといろいろね、一個ずつ見ていこうかなと思うんですけども、まぁ、これがね、TS9、まあ、本家の TS9 ですね、アイバニーズの。で、やっぱりね、この TS 本家のやつの、素晴らしいところとして、重量がね、ずっしり感がすごいあるわけですよ。で、もちろんその、歪みペダルってそんな重量ってね、音関係なさそうな感じがするんですけど、その人に与える影響、直接音には関係ないけど、そういうね、デザインであったりとかね、食感であったりとかっていうのは大事だったりするので、重さがね、なんか本物感を醸し出してるなっていう感じが、しますね。はい。で、その次がですね、この次これ繋いだかな。ベリンガーのですね、ヴィンテージチューブオーバードライブってやつですね。これもね、あんまりなんか、そんな期待して買ったわけではないんですけども、なんか安かったんで買いましたみたいな感じです。で、これはね、さっきのこの TS のね、本物の TS9 と比べると、多分、筐体プラスチックかな。プラスチックですね。で、すごく軽くて、つまみもめちゃめちゃ、トルクがないというか、軽く回ります。で、その辺の高級感のなさが、なんか、安っちい感じで、実際値段も安いです。で、そういうところがね、多分、だからこれ単体で使うと、なんか、あんまりいい音じゃないのかなって思ったりするんですけど、なんか並べてね、さっきみたいにこう弾いてみると、そんなに変わらないというところですね。はい。じゃあ次行ってみましょう。次、常用のヴィンテージオーバードライブですね。
まあ、最近のね、この中国メーカーとしては結構勢いがある感じがしますけども、これもね、本物に肉薄するような、音でしたね。はい。で、まあ、この常用の方は、まだこれ金属ですよね。金属で、このちゃんとしたね、フットスイッチがあるっていうところで、こっちよりはまだ高級感があるっていうような感じでしょうか。はい。でね、これちょっとね、トーンの効きがね、急にね、ガッてかかるっていう癖がある感じですね。だからその、あれですね、その、今回聞いてもらった音としては、その同じ音、その、まあ、TS9 で、まあ、標準的な音を作って、それに合わせてね、あの、他のやつを合わせてったんですけども、その、まあ、似たような音に結局なりましたけども、その作れる音のその範囲というかね、っていうのはそのやっぱり安い高いで変わってくるのかもしれないですね。そこまで検証できてないんですけど、あの変わってくるかもしれません。はい。でその次、これですね、ワンコントロール。これはまあ普通に14,000円ぐらいする、まあ普通のワンコントロールの普通のラインナップのやつなんで、この2つはめちゃめちゃ安いですけど、何千円のレベルですけど、それよりはちゃんとしているって感じですね。で、あの、まあ、筐体もね、鉄で、筐体の話ばっかりしてますけども、筐体も鉄で、スイッチもね、堅牢な感じで、つまみもね、このトルクがあって、なんか高級感がある感じですね。はい。プリシアングリーンスクリーマーということで、これちょっとこう旧型ですけども、こちらで試しました。さすがそのまあ14,000円するだけあって、この横のね側面でヴィンテージとモダンっていうね設定を選べるんですよ。で今回は本家の TS に近づけるためにヴィンテージモードでやりましたけども、ねモダンの方にすると最近流行りのトランスペアレント系な音になりまして、全然じゃないけど、あの聞いてもらったいわゆるザ TS 系っていう感じとはちょっとまた違う感じになりますね。で、あと、その、これ初めて知ったんですけど、裏見たらここにね、見えるかな。9V から 18V これ対応してるらしいんで、また 18V で駆動させたりすると、違った感じの音になったりするのかなっていう感じです。で、まあね、その TS というもの自体が、まあめちゃめちゃ歴史の古いものでもありますし、もう回路とかね、コピーされまくってると思うので、まあ、今更感はあると思うんですが、だから初心者とか、学生さんとかね、本当にお金なく、いいけど TS の音を試したい、そんな人いるのかな。最近の若い人そんなに TS っていう感じでもないと思うんですけど、学生さんでスティービー・レイ・ボーンの音が出したくて TS 買いたいけど、この本家のね TS、 まあこれも別にそんなめちゃめちゃ高いもんでもないですけど、そんなにお金が出せないって方はもしかしたらこの辺のねベリンガーであったりとか常用であったりとか、まあ、他にもありますけども、他のも多分そんなに大差なく TS っぽい音が出ると思うので、まあ、このチャンネル学生さんほとんど見てないですけど、まあ、こういうのね試しに買って、遊んでみたりとか、こういうのを使ってね安いペダルボード作ってみたりとかするのも、楽しみの一つかなというような、感じがいたします。ということで、まとめると TS と名乗ったものは大体音が似ているという結論で、よろしいでしょうか。何かありましたらコメント書いてみてください。でこんな感じでですね、機材の話をしている LINE のオープンチャットがありますので、興味ある方は下の概要欄からチェックしてみてください。では今回は以上で終わりたいと思います。バイバイ。